高橋元は日本の官僚、大倉事務次官、厚生取引委員会委員長、日本開発銀行総裁、東京都出身、父のコレヤスは鉄道省を経て横浜工業専門学校教授を務めた。府立高等学校を経て1945年9月に東京帝国大学法学部法律学科、1949年3月に 東京大学法学部政治学科をそれぞれ卒業。同年後期入賞組として、大倉賞入賞。一年目は、銀行局預金部資金課に配属され。1954年八わた浜税務所長。1956年11月、理財局外債課長、補佐。1959年6月理財局証券、第二課長、補佐。 1962年、田中角栄増商秘書官。1964年経済企画庁、総合計画局計画官。1967年、主計局主計官。翌1968年度主計官。1970年、主税局税制。第二課長。1972年度税制第一課長。1973年大臣。官房文書課長。 1975年主計局、次長、1978年経済企画長、官房長、1979年主税局長などを経て、1981年に前年の総選挙で自民党を支配するに至った田中角への引き上げで事務次官に就任する。太平内閣当時、大倉正隆次官以下、長岡稔主計局長、 高橋主税局長ら大倉省は、田中角栄をはじめとする政治家による、放満財政を抑制し財政再建のために、大平正義首相の下で、一般消費税導入を検討していたが、太平の旧市と田中の勢力拡大のために頓挫した。後の高橋次官の下では、増税を凍結し、以降、田中の派閥拡大のために、公共事業の相次ぐ増額を余儀なくされる。 また、印刷局長にノンキャリアの石井直一が抜擢されたことが話題となったが、石井と関わりがあった高橋次官、松下康夫死刑局長、山口光秀官房長、四倉宗夫死刑局総務課長ら本省キャリアたちが、ノンキャリア組の指揮を鼓舞するために合作した案だった。事務次官退任後、1982年から1987年まで、公正取引委員会委員長、 1987年から日本開発銀行総裁を務めた。2013年8月9日、急性心筋拘束で死去、去年89歳。入賞同期に、徳田博美、戸塚岩尾、金子太郎、北田江桜。他に1949年前期入賞組には、滝口義夫さん。 前田正道など、大倉商人名録、明治、大将、昭和大倉財務協会、1973年発行、104ページ、岸信人、財務省の、ワール新調新書、2021年7月発行、81ページ、上一行、大倉官僚超エリート集団の人脈と、野望講談社、1982年8月31日、 154ページ。倉山 P205。栗林義光、大倉省権力人脈講談社文庫。1994年3月15日。54ページ。栗林義光、大倉省権力人脈講談社文庫。1994年3月15日。89から98ページ。倉山ピアニッシも207から 208. ありがとうございます。